皆さん本当に卒業おめでとうございます。こうやって皆さんのお祝いのメッセージ、そちらをここで OB の挨拶だるいな、ほんま、言えることをとても嬉しく思います。誰やねあのおっさんも。私がここを卒業したのはもう50年前でしょうか。めっちゃ前やん。もういろいろありました。皆さん学園生活を終えて後悔はないですか。やはり学園生活を終えて後悔、そんなものがあればそれはダメなことだと大体長いねこういう挨拶思います。私は学園生活を終えた時後悔が募る、そんなことばっかりでした。しかし私自身後悔が募ってばかりではダメだということが自分の心に響き渡りました。そして私自身大人になり、まあもともとはまあ自分で言うのもなんですが先輩という立場になってきて、やはり後輩というのは可愛いものです。私にとって皆様のも後輩でございます。そんな後輩へ尽くす、そんなことを私の意識の中でやっていきたいと思っております。胸がザーザーする。皆さんも大人になったら後輩へ尽くす、そんなことをやってほしいなと思います。そして皆さんはまだ18歳ですが、人間というのは約80歳ぐらいまで生きるものです。しかしもう前半は終わりました。そういうことです。つまり皆さんこれから人生の後半が待っているんです。つまり分かりやすく言うと、皆さん人生はこれから後半へ続くということでございます。以上をもちまして私の挨拶とさせていただきます。それでは最後特別にもう一度後半へ続く、ありがとうございました。ちびまる子ちゃんの人やった。うわ、ちびまる子ちゃんの人やった。もっとちゃんと見といてよかった。すげー。ジャルジャルに興味あるやつぜひ入会してください。テレッテテッテテレッテジャルジャルタワー。